ぎると売れ行きが良く、私のことは気にしないでください。そもそも食欲ほんのちょっとだけお腹空いてますけど、全然平気なんですから。そうなんですか。わかりました。弟子が私のために頑張ってくれたのです。無下にはできません。この黄金蟹美味しすぎます。こんな美味しい料理生まれて初めてです。そのご飯、まさかここまで料理が上手だったとは。師匠として鼻が高いです。リーユエ料理の美味しさはさすがというべきですね。そう考えると根が張るのもうなずけます。ええ、何でもありません。何でもありませんよ。お腹もいっぱいになったことですし、そろそろ出発しましょう。ここから北に行けば石門に着きます。そのまま進めばモンドの国境です。一体どれほどの深い知識が私たちを待っているのでしょうか。今から楽しみですね。俺様はただついてなかっただけだ。何日待てますでしょうか。やっとモンドに着きました。はあ、疲れた。偉大で深い知識を求める道のりは楽じゃありませんね。オイラは疲れてないぞ。あなたは飛んでるじゃないですか。なんだ、先生術師って大したことないんだな。それはあなたが先生術に幻想を抱きすぎてるからです。やあ、君たちもここで休憩かい？あ、誰だ？ああ、私たち兄弟は商人だ。リーユエで商売を終えて、今からモンドに帰るところなんだよ。君たち疲れてるみたいだし、私たちが予約した馬車がもうすぐ来るから、一緒にどうだい？ついでだし、金はいらないさ。必要ありません。他に用がなければ。さっさと消えてくれますか。え、こちらのお嬢ちゃんは急にどうしたんだい。下手な芝居はやめたらどうですか、強盗さん。弱そうな相手を見つけたら、うまいこと馬車に乗せて荒野で身ぐるみを剥がすつもりですよね。何を言ってるんだ。人の親切を無駄にするだけじゃなく、根拠のないことまで言うなんて、こちらから願い下げだ。ではあなたたちが身につけているものの中から強盗で得たものを言い当てましょうか。不服なら被害者を呼んできて確認すれば一発でわかることです。もし私が間違えていたら、お詫びに2万モラあげます。逆にもし私が正しかったら、あなたたちにはリーユエ校の刑務所に入ってもらいますけど、どうします。まともな商人なら別に構いませんよね。お前、俺様を怒らせやがって、この小娘が。どうやって知ったかは知らないが、お前を殺せばこの秘密を知る者は誰もいない。心配はいりません。ただの強盗です。さっき先生術師を大したことないと言いましたよね。ちょうどいい機会です。師匠の実力を見せてあげます。ぶっ飛ばす実験対象だ。でやっ、ヤクーゾ運命、水面
撤退だ。どうです、これがあなたたちの師匠の実力ですよ。先生術師にとってこれ式のこと、お茶の子さいさいです。先生術の前で嘘は無意味。運命と真実とは星空を見れば一目瞭然なんですから。詳しく知ろうとすればそれなりに時間はかかりますが、大雑把なことであれば一目で見抜けます。でも今まで結構失敗してなかったか？それはテイワットの星空ではこの世の運命と真実しか映らないからです。あなたたちに関することは全て曖昧で、この私でも正確に見抜くことができません。ですから向こうの継承者と会うことで両者の知識が合わされば、あなたの運命もはっきりと見えるようになるかもしれません。いずれにせよあなたにとってはメリットしかない旅です。さて、十分休めましたし、このままモンドまで休まず行きますよ。馬車があったらよかったのに。最初に疲れてないって言ったのはそっちでしょ。判決を下す。もうすぐ継承者に会えますね。心の準備はいいですか？師匠に恥かかせないでくださいよ。それならってダメです。弟子のふりといえども何も知らないわけにはいきません。部外者に教えてはいけないという決まりがありますが、あなただったら別に問題ないですよね。私の先生術は水裏の術。その名の通り、水面に映る星空を観察することで行います。手本を見せるのでよく見ていてください。現在の星座と動きを見るに、例の継承者はセピロス騎士団の人で、若く有能な女性。その情報だと、まさかリサさんか？もうすぐここで会えます。よし、これぐらいの情報があれば十分ですよね。まあ一番基本となる先生術でも一目見てわかるようなものじゃありませんからね。この辺はおいおいゆっくりと説明します。どうやら彼女が来たようです。わあ、栄誉騎士のお姉ちゃん、それとパイモンちゃん、お帰りなさい。彼女こそ例の偉大なる学識の継承者です。継承者？そうです、星の海の秘密を知り尽くした先生術師とはズバリこの私のこと。私がここに来ると分かったからあなたもここに来たんですよね。星の海？星の海って何？そこにも魚がいるの？魚？いやいや、とぼけないでください。まさか私との勝負が怖いんじゃないですよね。お姉ちゃんこそ、一体何を言ってるの？クレイ、わからないよ。私の先生術が外れるなんてことありません。念のため聞きますが、あなたのお母さんはアリスさん、そうですね。そうだよ。あ、お姉ちゃん、ママのお友達なんだね。でも、ママは今とても遠いところに行ってるよ。ええ、知ってます。それが先生術の結果ですから。でも彼女がここを立つ前、神秘学の知識を全部あなたに教えていますよね。神秘学…知識？よくわからないけど、ボンボン爆弾
の作り方ならママから教わったよ。クレイのお母さんがモナの師匠の友人兼ライバルだったのか？そうです。師匠は先生術が得意でしたが、それ以外はからっきしでした。ですがアリスさんは違います。彼女はあらゆる神秘学の知識を知り尽くす天才でした。そうだったのか。でもクレイはまだ小さいし、たとえそういう知識を聞かされていたとしても理解できてないだろう。そうですね。血筋は引いていても知識までは引き継げていなかったようです。参りましたね。これじゃ勝負になりません。そうだクレイちゃん、アリスさんが出発する前、50年の約束と箱のことを教えてもらっていませんか？うん、それなら知ってるよ。お姉ちゃんはあの箱を取りに来たんだね。探すからちょっと待ってて。これじゃない。これも違う。違う違う、これも違う。あ、思い出した。クレイの新しい宝物と一緒に風立ちの地に隠したんだ。取ってくるからちょっと待っててね。おいおい、カバンは置きっぱなしでいいのか？私が片付けるから、あなたたちはあの子を追ってください。はあ、あの子そそっかしいですね。箱は大丈夫でしょうか？